車椅子テニス。車椅子テニスは、車椅子に乗って行うテニスで障害者スポーツの一つ。にバウンドでの返球が認められている以外、ルールはテニスと変わらない。そのため、障害者は、車椅子を用いないプレイヤーと共に競技することが可能である。テニスの技術ばかりではなく、車椅子を素早く正確にコントロールする、チェアワーク、車椅子によるフットワークが、 勝敗の鍵となる。1988年のソウルパラリンピックでパラリンピックの公開競技となり、1992年のバルセロナパラリンピックより正式競技として行われている。車椅子テニスには以下の4つのクラスがある。クアドはシシマヒ、クアドラプリージャの略で重度の障害を持つ選手が、ジュニアは18歳未満の選手が出場するクラスである。 男子、女子、クアード、ジュニアの4つのクラスにはそれぞれシングスとダブルスがある。クアードには性別による区別がないため、ダブルスの試合で男女のペアが出場できる。また、障害者が健常者と組むダブルスをニューミックス、ダブルスと呼ぶ。車椅子テニスではボールを相手コートに打ち返すまでに2度のバウンドまで認められている。2度目のバウンドはコート外に出ても良い。 健常者と対戦もしくは組んで競技する場合は、車椅子を用いる障害者のみに、この2バウンドルールが適用される。ラケット、テニスボールなどの用具は、テニスと変わらない。コートのサイズも同じである。素早く向きを変えて、ボールを打ち返す位置につくことができるように、軽量で2つの左右の車輪の上部が内側に、歯の字のように傾斜した、競技用車椅子が用いられる。 これらの専用車椅子には小さな補助輪も付いている。クアードクラスでは腕の筋力が弱い選手もいるため、ラケットと手をデーピングで止めることが認められている。競技の際には障害のために汗をかくことができず、体温調節が困難な選手に配慮して日よけや氷を準備するなど暑さへの特別な対策も求められる。障害者が車椅子でテニスを楽しむことは、 レジャーとしてはそれまでにも存在していたが、1976年、アクロバットスキーの競技中の怪我により、下半身不随となっていた、アメリカのブラッドパークが、ジェフミネンブレイカー、ジェフミノーンブレイカーと共に、車椅子の改良を含め、本格的な競技スポーツとして成立させたのが、車椅子テニスの始まりとされる。1977年春、パークスは、アメリカ西海岸で、 エキシビションマッチを開催、これを受けて、ロサンゼルス市が20名の選手が参加する、初のトーナメント戦を実施した。1980年にはパークスが中心となって、アメリカシャイス財団、NFWT が設立され、初の全米オープンが開催となり、アメリカ国内各地でツアーも行われた。このツアーの時期に、パークスらは、ジョン・ニューカムやフレッド・ストール、 チャーリー・パサレルとの地域を得て、オーストラリアでのエキシビションマッチに招待された。1981年、競技としての車椅子テニスの国際普及を目指して、車椅子テニス選手協会、w ッ p a が設立され、アメリカ国内を転戦して、全米オープンで勝者を決定する、グランプリサーキットの第一回大が行われた。パークスによる教本も出版された。 ヨーロッパではフランスで国内ツアーが開催され、ヤニック・ノアやアンリル・コントといったプロテニス選手が車椅子テニス選手と組むエキシビションも行われた。1983年にはパリ郊外のアントニーでアントニー・オープンと呼ばれる初の車椅子テニスの国際トーナメントが開催された。1984年、 イギリスのストークマンデビルで初めて車椅子テニスの公共技が行われた。日本で本格的な普及活動が始まったのもこの頃で、1983年ハワイのホノルルマラソンに車椅子で参加した松尾清春は現地で車椅子テニスを体験し、帰国後に友人たちと練習を始めた。また、ロサンゼルスで車椅子テニスに出会ったことをきっかけに、 佐藤正宏は、パークスの教本を日本語に翻訳し、講習会を実施、障害者と健常者がダブルスを組むニューミックスの競技会を開催した。1985年には、福岡県飯塚市で、飯塚国際シャイステニス大会、ジャパンオープンの第一回大会が行われた。1985年、ワールドチームカップが創設された。第一回大会は、 男子選手が中心であったが、翌年の大会から女子の部が正式に発足した。ヨーロッパでは1985年に欧州シャイステニス連盟ユットフが設立され、翌1986年に最初のフレンチオープンが開催されて、欧州における競技人口及びトーナメント数が急増した。 1987年には、イギリスの国際ストークマンデビルシャイス競技大会に、車椅子テニスが正式に加わった。1988年7月、国際テニス連盟が、車椅子テニスにおける2バウンドによる返球ルールを承認し、この新競技を正式に認可した。10月には、ブラッドパークスを会長とする国際シャイステニス連盟、イーワフが設立された。 最初の加盟国は、オーストラリア、カナダ、フランス、イギリス、オランダ、イスラエル、日本、アメリカの8カ国である。さらに、国際ストークマンデビルシャイス競技連盟、ISMWSF と国際テニス連盟の働きかけによって、車椅子テニスは、ソウルパラリンピックの公開競技に選ばれ、男女シングルスの試合が行われた。1989年、 初の全豪オープンがオーストラリアのメルボルンで開催された。1990年にはアメリカ・フロリダ州キービス敬遠で行われたリプトンプレイヤーズ選手権に車椅子テニス部門が立され、健常者のプロテニス選手と同じ競技会に初めて車椅子テニス選手らが参加した。1992年ソウル大会での成功を受けて車椅子テニスが バルセロナパラリンピックの正式種目となり、男女のシングルス及びダブルスの競技が行われた。同年、国際シャイステニス連盟のスポンサーとなった、NEC の名を冠した、NEC シャイステニスツアーが発足した。1994年からは、NEC シャイステニスマスターズも開催されている。同じ年、車椅子テニスは、アジア太平洋地域の国際競技会、 フェスピックの正式種目に加えられた。1998年、国際シャイステニス連盟が国際テニス連盟に統合され、ジュニア部門やベテラン部門と並ぶ、同連盟の車椅子テニス部門として正式に組み入れられた。同じ年、アメリカシャイス財団もまた全米テニス協会に統合された。この年のワールドチームカップにクアードクラスの試合が2004年の アテネパラリンピックには、クワードクラスのシングルスとブルースの試合がそれぞれ加わった。2000年代に入ると、一般テニスの主要大会において車椅子テニスのエキシビションマッチが行われることが増えた。さらに、全豪オープンをはじめ、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンといったテニスの四大大会、グランドスラムに車椅子テニス部門が相次いで創設され、 それぞれ大会の開催期間中に同一会場で公式に試合が行われるように言った。2009年からはそれまでのスーパーシリーズの上にグランドスラムのグレードが新設された。他方、途上国において高価な競技用車椅子の入手が難しい状況を踏まえ、国際テニス連盟、ヨハンクライフ財団、オランダ政府機関団による車椅子テニスシルバーファンドが2002年に創設され、 車椅子など、用具の寄付をはじめ、コーチの派遣やトップ選手らによる、指導、シルバーファンドカップと呼ばれる地域別トーナメントも、行われている。NEC シャイステニスツアーに含まれるトーナメントには、その大会規模に従って、上から順に、グランドスラム、スーパーシリーズ、マスターズ、ITF1、ITF2、ITF3、フューチャーズの格付けがある。 このうち、車椅子テニスにおける四大大会に相当するのが、グランドスラムに格付けされた以下の四つの大会である。NEC シャイステニスマスターズは、車椅子テニスにおけるシングルスの世界選手権に相当する。ダブルスには、車椅子テニスダブルスマスターズがある。さらに、パラリンピックや国別対抗戦形式のワールドチームカップなどがある。日本では、 スーパーシリーズに格付けされる、飯塚国際シャイステニス大会、ジャパンオープンのほか、ITF3 の大会として、ピースカップや神戸オープンなどが開催されている。国内選手権には NEC、全日本選抜シャイステニス選手権大会がある。各大会優勝者については、車いすテニス男子優勝者一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。